皆さんこんばんは、ナルワント TV です。私は今、台北市内イートンジェというところにあるラオフージーミーフェンタンというお店にやってまいりました。でこちらですね、2つの看板メニュー、2つでですね頼んでも85元、日本円でだいたい450円ということで、こちらビーフンのスープとジールーファンというですねものになります。じゃまず1つ目ですね、こちらジールーファンの方なんですけど、名前の通り半分がジーローファンで鶏肉のご飯ですね。でもう半分がルーローファン、あのお肉のそぼろのご飯になります。この2つの味が1つのお皿で楽しめるという品物になってます。では早速いただいていきたいと思います。まずはジールーファンの方からですね、ジールーファンの鶏肉の方からいただいていきます。いただきます。よいしょ。うん、鶏肉さっぱりしてますね。で、あのかかってるあの台湾のお醤油の味がとてもよく効いています。本当ご飯がすごく合いますね。醤油が結構濃い口なので、ぜひあのご飯と一緒に炊き込んで食べてください。そして続きましてはこちらですね、あのルーローファンの方をいただいていきたいと思います。うん、この溶け込むようなね、あの口触りとこのルーローファンのこの味がなんともたまらないですね。よく煮込んであります。あのルーローファンのならではの本当にルーローファンらしい味っていうのはいいんでしょうか。あのすごいあの優しい味になってます。はい、じゃあ最後ですね、あの真ん中の方あの取って、あの2ついっぺんに食べてみたいと思います。いただきます。これまた新しい感覚ですね。あの鶏肉のあのパサパサした食感と、あのルーローファンの部分のあのプルプルしたお肉が混ざり合ってですね、でそれぞれ2つとも味が違うんですけど、それがね混ざり合っていい感じなバランスになってますね。ご飯とどちらもご飯に合うので、すごくこれがもう味の黄金比といっても過言ではないぐらい素晴らしい出来栄えになっております。はい、そしてこちらがビーフンのスープですね。見てください、これ純白の白さ。こちらはですね、豚肉をベースにしたスープということで、で後ろがこちらビーフンですね。で台湾のビーフン、普通はあの細いんですけれども、あの太いビーフンですね。こちらは太いビーフンが使われております。珍しいですね。はい、じゃあ続きましてビーフンのスープの方をいただきます。うん、濃厚、あのこってりした味わいですね。豚のあのベースがしっかりあのできてます。あの豚骨のスープ の, あのあっさりしたバージョンを飲んでると言えばいいんでしょうか。そんな感じです。とても美味しい。はい、じゃあ続きましてこちらビーフンの方をいただいていただきたいと思います。見た目うどんみたいですね。どんな味なのか食べてみましょう。ゴワゴワした食感なんですけど、スッと歯に通りますね。でこれもあのビーフンの太いので、あの味がとってもよく染み通ってますね。これもスープの味がして美味しいです。うわ、美味しかった。ごちそうさまです。いや、こちらのね味、あのとても日本人に合う味、あの味付けとなってます。でこの他にも50種類ぐらい、あのいろんなメニューがあるので、もしよかったら皆さん来てみて、あのいろいろあの試して食べてみてください。ということで、また他の動画でお会いしましょう。またねー。